こんにちは、のり太郎です。今回はアンティークコイン、モダンコインをお年玉やお祝いで贈ることによって、日本の将来を担う若者に現金では得られない将来への生きる希望を与えることができるのではないかというお話をしたいと思います。私はコイン投資を始めたばかりですが、コイン投資をいざ始めてみると、いろいろと気づいたことがありましたので、重要だと思ったことについて発信しています。突然ですが、今、若者世代の死因の第1位が自殺だということをご存知でしょうか。そんな国は先進国と呼ばれる国で日本だけです。ということで、今回はアンティークコインやモダンコインで若者に生きる希望を与えましょうということで、以下の項目でお話ししたいと思います。まず1つ目、希望が見えない若者世代。2つ目、コインが生きる希望になる理由3つ、3つ目、プレゼントに最適なコインということで、まず1つ目からお話ししたいと思います。希望が見えない若者世代ということで、先ほど若年世代の死因の第1位が自殺というお話をしましたが、昨年も様々な若い芸能人が自ら命を絶ったのは記憶に新しいことかと思います。またここ数年では新型ウイルスの第2波で女性の自殺率が昨年同期よりも 37% 増加したと言われています。また20歳未満の子供で 49% も増加しており、このウイルス自体ですね、20歳以下の致死率がほぼゼロなのにもかかわらず、これだけ自殺率が増加しています。これはマスコミによる犯罪とも言えるのかと思いますが、今回はそれは横に置いておきます。話を戻しますが、この若者が将来に希望を持てない大きな根本原因の一つに、将来年金はもらえないとかですね、税金は年々上がる、まあこれは事実ですが、次のはまあ嘘なんですけど、国の借金が増えて日本が破綻するという、漠然とした将来不安ですね。これは若者には特に大きな影響を与えているのではないかと思っております。特に失われた30年と言われる平成以降に生まれた世代は、生まれた時からずっと日本が衰退する様を見せられており、バブル期や高度経済成長期を知っている世代からするとなかなか理解できないかもしれないんですが、生きる希望を何に見出したらよいかというのが分かりにくくなっていると思います。そこでどうしたらよいのかというお話が次のお話になります。2、コインが生きる希望になる理由3つ。ということで、私たち一般庶民ができることといえば、これからどんなことがあっても自分で自分の身を守る手段を教えることくらいしかできないかなと思っております。私はそれが一つの生きる希望になるのではないかと思います。その一つとしてコイン投資があると思います。コイン投資が生きる希望になる理由は以下の3つがあるかと思います。まず1つ目、年金などの将来不安が消える。2つ目、年を重ねるのが楽しみになる。3つ目、金融リテラシーが上がる。まず1つ目です。年金などの将来不安が消えるというところで、アンティークコイン、モダンコインは年々値上がりしますので、若い子ほど定年退職するまでの期間が長くなります。極端に言えば10歳の子にコインをあげれば、定年退職する頃はおそらく70歳以上になると思いますので、60年以上コインを寝かせることができます。一方、コインは寝かせれば寝かせるほど値上がりしますので、60年間あればインフレは確実に起きますし、現物資産であるコインはインフレになればそれとともに自動的に値上がりします。世界ではだいたい 2% から 5% は普通にインフレが起きており、世界通貨とも呼べるアンティークコイン、モダンコインの市場は海外なので、当然それとともに値上がりしていきます。それとプラスアルファでコインの枚数は絶対に増えないので、付加価値がついて年々値上がりすることになります。つまり将来の年金の不安はそのコイン1枚だけでは補えないかもしれませんが、コインを買うことで解消できるんだよと教えてあげることだけで悩まなくて済むようになります。
これはその子にとっては大きな希望になると思います。そして2つ目、年を重ねるのが楽しみになるということで、私がコイン投資をして気づいたことの一つで、毎年値段が上がるものをこう手にするというだけで、来年はこのコインはいくらになるのだろうとかですね、将来に対する楽しみが生まれました。これは他のものではなかなか得られない感覚だと思います。またイギリスモダンコインについてはシリーズものがあったりしてですね、例えば伝説のミュージシャンシリーズなどでは、今年はどんなミュージシャンが出るのかとか、イギリスのこのミュージシャンの検索をしてみたりしてですね、ビートルズいつぐらいに出るんだろうとかですね、ローリングストーンズは出るのかなとかですね、毎年次の年が楽しみになりました。これは若い世代だけではなくてですね、私たちにも言えることだと思います。私は40代ですが、年を重ねるほど、まあ、通常は年々年を取りたくないなと思うようになると思いますが、コインの効果で皆様ももしかしたら実感があるかと思うんですが、来年がちょっと楽しみになっているのではないでしょうか。まあ、これは若い子たちにも非常にいい影響を与えるんではないかと思っています。そして3つ目です。金融リテラシーが上がるということで、これは私がコイン投資の動画をアップしている理由の一つなのですが、株や債券、特に FX などはギャンブル性が強いので子供に教えるのは難しいですが、コインの場合は投資の入門として非常に分かりやすいのではないかと思います。少し古い話になるんですが、ゲームのスーパーマリオなんかでもですね、こうコインをどんどん集めていくというようなゲームで、コインを集めると、まあ、資産が増えていくというのは子供でもよく分かりますし、ましてや純金とかですね、純銀のコインは一目で価値があるものだというのは子供でも分かると思います。そしてこういう価値が下がらずに、価値がどんどん上がっていくものが資産で、買った瞬間に価値が下がるものが負債なんだよというのを教えるだけでもですね、金融リテラシーが十分に上がると思います。そしてそれをきっかけにどうやってお金を自分で稼ぐかが分かるようになれば、その後のその子の人生の生きやすさが全然変わってくると思います。でコインをプレゼントする理由が揃ったところで、一体どのようなコインを選べばいいかというのが次の3番目になります。プレゼントに最適なコインということで、ここからはあくまでも私の主観になるので参考程度で聞いていただければと思います。でもう一つ注意ですが、投資はあくまでも自己責任になりますのでご注意願います。それでは話を戻します。通常お祝いで渡すものといえば、だいたい1万円から数万円のものかと思います。これぐらいの予算で買えるものといえば、金貨はさすがに厳しいですが、銀貨なら買えるかと思います。私のおすすめはイギリスモダンコインの1オンス銀貨です。このようなものですね。でこれは、昨年、イギリスで発売されたクイーンズビーストの1オンス銀貨になります。未鑑定のものですが、このようなケースに入っておりまして、こういう透明なカプセルに入っておりますので、見た目も非常にプレゼントとしては良いのではないかと思います。で価格も2万円前後ということで、プレゼントには非常に最適ではないかと思います。買い方は私の過去動画を見ていただければ良いかと思いますが、イギリスのロイヤルミントで買うと割引なんかもありますので安く購入できると思います。ただ1枚だけ購入するというであれば、国内の販売サイトで新品を購入するのが良いかと思います。またもう一つおすすめなのが、紀元前などの古代コインです。古代コインは今意外と割安で購入できます。特に古代ギリシャの銀貨などでも VF とかですね、 F などのグレードが非常に低いものは数万円で買うことができます。こちらは
歴史好きな子とかですね、逆に歴史が嫌いな子などにあげると非常に良い教材になると思います。このコインは紛れもなく歴史そのもので、そのコインの王様などが歴史の教科書に出ると間違いなく嫌いな子でも興味を示すのではないかと思います。このような生きた手に取ることができる歴史がたった数万円で手に入るというのはとても信じられない状況になっています。そして今は数万円の価値でも数年で値段はそれほど上がらないかもしれませんが、これを何十年か保持すれば値段が上がるのは確実だと言えるでしょう。またモダンコインやアンティークコインを買うときはくれぐれも偽物にご注意ください。偽物を買わないためにはコインを選ぶポイントについて過去動画をアップしておりますので、ぜひ見ていない方はご参照ください。それでは今回のまとめになります。まず1つ目、希望が見えない若者世代ということで、今将来に希望を持てない若者の自殺率の増加のお話をさせていただきました。で2つ目、コインが生きる希望になる理由3つということで、1つ目が年金などの将来不安が消える、2つ目が年を重ねるのが楽しみになる、3つ目が金融リテラシーが上がる、で最後3つ目としてプレゼントに最適なコインということで、イギリスの1オンス銀貨、または古代の銀貨を紹介しました。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。また今後の励みとなりますので、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。今後も皆様に有益な情報を発信できればと思っております。それでは最後に皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。